てかお前家族級だあはよギャーお久しぶりでーなんちってはいはいなんなりとなんというかあのそのうわー間違えたそうか邪魔したなじゃあさ取引しようぜにっ6秒タコはブサイクだ仲間は期待するぜなんでこのまま鍾乳石ごと噛み砕いてやるまだ戦闘中です武器か能力を使ったかうらうら泣き叫びこらすげえやりやすいからゆえに当たりゲームスタートだまずは出口を見つけなくちゃなまただいい感じさ3匹だそれが済むと一旦魚は消えるどっちかピンポーン何しろ俺の燃魚ダーツちなみに左肩は54ポイントだこのダーツの的はさ右肘は27ポイント右手甲は18ポイント99ポイントもう死んじまったかい4命がけだからさこの攻撃を回避する方法はない全く存在しないからであるこれが俺たちの無敵の力もちろん彼らはゲームを決めるための最後の一投をそれまでターゲットに与えてきたダメージが世界一強い信頼で結ばれているから彼に教えてやったら命乞いでもされれば死んでもらうさまだだ相当やばい予想以上に死ぬかもしれないんじゃさてといよいよファイナルターンだ左耳大きなピアスができるわね右小村最後の一投だ信じてるわ兄さんだろグラマー食べないのおお。なんで急に俺の疑いは晴れたんだじゃあさっきの嘘なのいくら強くてもガキはガキ容赦しなくていいからあの時も直感した完璧に額のど真ん中やどうやってそんな小細工を絶対に防御不可能のはずだ刺さって実体化した瞬間にな俺の声は聞こえても掴んだ後に魚のくちばしを折ってプロの公式試合でも使われているゲームだ俺はゲーム名なんて言ってねえぞお前の一投目ある証拠やつが公式のルールを無視するわけがないあとは単純な計算と我慢てめえダーツ歴はカウントで1440ポイント無駄口が過ぎたなえ思うようにうわ行かなきゃここで死ぬのかタコタコって言うな何やってんの仲間裏切ってんだよかっこ悪いだろモグリだが医者は知ってるからよせっかく助けた見殺しなんかできるかよ絶対に助けるからなかっこいいって言ってくれたやつを絶対に助けるからな運もまたメレオロンというキメラアントとタバコやめた方がいいよあ透明能力は名刺みたいなもんでな消えた一瞬で全く羽音も立てずにここから移動できるものなのか第2の能力
パーフェクトプラン。え、触ってた？けれど誰も気づかない。はあ。この世で俺と酔った方がまずリスクを負わなきゃな。言ったろ、信頼関係が先さ。その上で紆余曲折経て信じろ。その時間じゃねえ。サイフォーン。結局キルアがしぶしぶ折れるから。王を倒す恨みかまではさすがに今は言えねえな。今言うの？なんて嘘だよ。恩人が殺されたんだ。恩人が殺されたことに全く気づけなかった。いや、正しくねえな。人間だった頃のギフの名前でもある。みんな人間の記憶があるんだね。会ってすぐに信用する気になれたのか。お前さんに人間離れした怪物性を感じた。さて、ようやく本題だ。今その発動条件を満たした。発動？ものにもパーフェクトプランが連動する。攻撃できる。お前こそ俺が求めていた相棒。お前さんのじゃんけんグーってやつ。ああ、気にしなくていいぜ。パートナーの話なんだけど。お前さんは信頼している。だがお前さんが信頼してる人物を俺。いいか、敵の攻撃はちゃんと俺に当たるんだよ。まぐれでもその攻撃に当たっちまったら目になるだけなら縁を使えば感知できる。縁さえ使えば大丈夫だとな。なり、これ以上俺の能力を知る者は増やしたくない。離れた場所から見ててよ。おめえらのおかげでボスが動いたぜ。ボスの能力で首都を包囲したそうだ。ネフェルピトーの足止めに全勢力を使うことになる。大虐殺の危険は依然高いままだ。キルアの意見を聞きたいな。互いの現在地を結んだ中間地点にするか。罪。あんた。世が手を誤るとでも思ったか。将棋より時間がかかるかもしれません。頼む、帰らせてくれ。王の御前です。それになんか熱っぽいし、寝不足だし。死ぬ気で休め。コツをつかんだだけのことだ。定石を知ると相手の呼吸が見えてくる。この先の室内遊戯も大同小異。軍技という盤上競技で立体的な視点が必要となり、王者は3代目で大会5連覇中。王は知らない。東ゴルト代表は未だ無敗です。余儀の締めくくりにふさわしい。ネフェルピトーが進める選別まで追った軍技の世界王者を今。この度は総帥様と声が全然違えし、大切し立ち葉最初体を知っていた。常にお互いに踊り上で、あの中途が意表る孤独を吐きなだった時だけ、あ時だけそう変ずしい人ができます。プレタチハサイしかしだ。しましたコーラスした爪を互いを見てにぶわる情で救われかねねえっす。そいつを片付けたらお前の番だ。さすが奴の本気を引き出せよう。イゴが首吊って死んでました。王が宮殿内で町全体の包囲を進めていた。最大で216体。その分高性能かといって、ネフェルピトーはアリの性質上奴ら護衛団の優先順位のトップが動くような奴だと次を読みにくいし、念を外せる奴がいる。
俺様だ。何か新しい能力を得たな。シュートのやり方は完全なヒット&アウェイ。王にさえ通用するかもしれない戦法がナックルたちが生きる。これでお前が鬼だぜ。はあ、別のアリの能力。最悪。ここは俺が作ったフィールド。さあスタートだ。俺にタッチしなきゃここは出られないんだぜ。これで8時間は戻ってこない。広さは野球のグラウンドほどか。隔絶空間から果たして解除の操作ができるのか。回収できない場合、こちら手の鳴る方へ。まさかだよ。この俺を捕まえることだけだってば。ミッド内に触れなきゃ俺はどうなるんだ。長期戦だな。心の削り合いだよ。周りの連中は多分ただの兵隊だろうが、ヒリンはジートゥの助念で動けねえし。王の戯れがそろそろ終わりそうなんだね。選別が完全に済むまでこの中にいてもらいたい。少し雲行きが怪しくなってきた。ダレンから楽に崩せる展開だったはずが。282砦でない。罪だ。次だ。はい。宮殿に嵐が近づいている。それでも予定の5分の1くらいしか集まってないらしい。飯も食わないで軍議に夢中になってるって。反撃方法はそばにあるものを使って。キメラ、何をしている。もしやあいつの念。可能性は高い。おーいおーい、やっぱタヌキネイリだ。その手は食わないよ。お前が追っかけてくるまでここで騒いでやる。他の勝負に変えてくる可能性は低い。もし途中で諦めて俺のそばから離れたら。791ヒョウ、272ツツ、162大将。やや寄せながらも架空の陣は崩さない。世の持ち駒が死角を作る。971忍び新た、玉砕覚悟でここから攻めおると思っているだろう。こちらの対応次第でいくらでも長引く一局。なぜ手を止めて考える必要があった。水様のお考えになられた離れ隠しは中中将という和田の新手です。こんな利口な子が生まれんのかって。煙のロープ。何しろあとはこのロープを手繰るだけ。今度はお前がいろいろ試す番だな。切断不可能の綱だと思いな。直接俺を攻撃してこないのは、お前を追い詰めてんのは俺じゃねえ。新たな能力を生み出した。お前のおかげですっげえ能力手に入っちゃった。俺の方から近づく手間が省けるんだがな。まさか。まず自分のすぐ前に俺から目離しちゃダメ。それが賢明だな。俺が捕まっちゃえばもうあの能力は二度と使えない。次は絶対に負けないからな。いよいよこっちに勝ち目がなくなるな。強いのか。それが分かれば苦労しない。トンボが監視カメラの役割を果たしていたらしい。肝心な時に使えねえ野郎だ。分かった、俺が何とかする。バーカ、誰が本当のこと話すかよ。相手の特殊能力を実際に見るか、能力の発動条件が整う。あったされる。フラットは無事だ。ちっ、使えない。とにかくまだフラットは死んでねえ。任せとけよ、やばい役目は回さねえさ。こんなとこで足踏みはできねえ。探索開始だ。心身ゆだつほど受け入れがたい屈辱、その源泉が。正しい名前をココリコと言いまして。呼吸を乱されているのは終始四神でいる自分が一方にある。その女休まずにおったのか。なぜかようなものから。ソチが勝てばソチの望むもの。ただし、世の命を想定していなかった。これは世自身の問題だ。
腕を治療します。奥へ。せめてまず止血を。これ以上恥を上塗れと申すか。もうならば退却は可能でございましょう。王を自らの手で切り落としていただきたい。二度言わすな、撃て。我々は依然首都を包囲して、もしくは王自身に起きたと考えるのが妥当。ただし罠かもしれんがな。奴らが攻撃レーダーを引っ込めたのは事実。当日の決行自体不可能ですか。いた。都合よく分かれたぞ。忍び。その間人形も縁も使えないわけですね。そろそろ日も沈む。出口は王に近いほどいいが、一度マンションに入ってしまうと出るしかない。宮殿の周りに近い場所、決行時に最も都合のいい場所で待機する。それぞれの戦闘が始まる。エルピ島の円の中に入り込んでいる。敷地内くらいまで接近しなければ話にならない。この状態が続いてくれるのか。もし失敗してもまだ打つ手はある。もう一人がリーゴ。実質この国を牛耳っていた。代わりがいないとの理由から、普通の兵士など全く無力であり、戻ってきたばかりの G2 のみで、兵隊長以下のアリは間に厳密な主従関係はなく、最大最後の好機なのである。たった一人ではもう仕事が限界だ。ん？釣れたぞ、パム君。入作戦を開始しようとしていた。王の傷を治療するために縁を解き、それが10本。計画が1日しか実行されず中断しているから、人類に牙を剥く。辺りも随分暗くなってきた。次は近い出口。ここまで来れば宮殿内部も。ここにも出口を作っておくか。立ちろ。見られていたら万事休す。無理だ。この世のあらゆる不吉をはらんでいるよ。絞れるだけ法に関する情報を絞り取ろうとする。新手はザリガニとオオカミって聞いてたんだ。こいつの力、 G2 と同程。できるだけ敵の目を引きつけておくしかねえ。食料の搬入だな。不可、ビゼフ長官への貢ぎ物を。今日からここが君たちの職場だ。1秒でも早く私の元へ来ることだ。お目に留まったのだわ。王と護衛軍をこの目で見る。王と護衛軍の現状が把握でき、ビゼフを利用しないと無理ね。失敗した時、捕まった時に。成功しなくても計画はもう実行できる。え、見ただけでもう奴らのオーラを見てんだよな。なのに仲間を救うため、お願いだ。俺はもう言ってのは少々出来すぎだがな。念仏はセルフサービスでやってくれや。
G2 から聞いてるぜ。